おはようす、アデネちゃん。なんかホットカーペットアデネちゃんが一番使ってる気がしますね。ロイちゃん、あの新設の今日の夜もここで寝てましたね。はい、ケージの中で、土4時、寒いのに外で寝ております。来てもまあ太陽当たってるんでね、気温以上にあったかいっていうか気持ちいいというか、はい、これからも寒いけど最高に美しい季節がやってくるんじゃないかなと。いやお父さんとか言ってますけどね、まあ日野も遊び行ってますからね、今日はゆっくりしたいと思います。もうこのお二人さんはもう部屋の中で、はい、相変わらずです。綺麗に寝とりますね。今日の夜中に風かいてますね。12時半ぐらいでね、なのであんま寝てないんですけど、まあまあまあ、普通通りの一日を過ごすことができましたと。これ何？これ何？これ何？ほら、このクッション何？これ。これ何？こんなんするためにベッド設置したんちゃうけど。シレットどこ行くのよお前。あれちょっとあったかい。ちょこちょこっと、もう一回待て。梅結構いろんなとこ。あでね、じゃあ、今日あったかいな、気持ちいいね。大きくなりましたね、あなたは。体だけ。朝からうんこちゃんのお嬢ちゃん、はい、洗いました。ハウス。この子、アデちゃんより長毛ですね。もしかしたら、ここのうちの気候が寒冷地なので、それで、長毛になっていってるのかもしれないですけどね。レイちゃんもキレイキレイしよう。ついでにな。はい。今洗ったばっかりでこれうんこ振りまけた。お前すごすぎんで。お昼休み。二人とも洗ったからモコモコだね。まさか洗ってアデちゃんを洗ってる間に気持ちよろしいな。今日ほんま春、なんかずっと寒かったからなんか急に暖かくなったら春って言うんでしょ。冬ぐらいで16度ぐらいあるんじゃないかな。してあげるよ。逃げてみた。ロイ寝たいみたいよ。多少悪い。今日まだ3時前やけど。3時過ぎたらしっかりちゃんと部屋に戻っていただいたら、もうこっちで行っちゃう、こっちあれちゃう、こっち便利。傷やが全然したらね、別に便利、つやがないわけじゃないかっていう、つやがあるんですけど、なんか黒の色がちゃうというか、あれね、あれちゃんね、なんか黒が深いんですよね。深い黒い色をしてる。なんかこう、ちょっとちゃう。ふーっと横に置いた。アルプコースですね。南アルプスがちょっとだけ向こうに見えますね。遠くの方にね。見えたすがれ時に。さらに爆発した。いいですね。レンと合わせれるかな。